オスカル・セビラは、スペイン、オサ、デモンテール出身の自転車競技選手。1998年、ケルメと契約を結んで、プロ転向。下記に示す通り、優勝経験こそないものの、グランツールでは、上位の常連選手として活躍。2001年のツールド・フランスでは、新人賞を獲得。また同年のブエルター・エスパーニャでは、第20ステージまで、総合主位だったが、 最終、第21ステージの個人タイムトライアルで、アンヘル・カセロに逆転され、47秒差及ばず2位に終わった。また、2002年のブエルタでも、第6第15ステージまで、総合首位だったが、難関の箇所である、アングリルを通過する、第16ステージで交代。その後、当時チームメイトだった、アイトール・ゴンサレスに総合優勝を奪われてしまった。2004年、 フォナックに移籍。2005年、T モバイルに移籍し、当時チームリーダーだったヤン・ウルリッヒのアシストとして、同年のツールでは、山岳コースで力強い走りを披露した。しかし、翌2006年、オペラシオン・プエルトに、当人の名前があったことから、ドーピングの疑いがかけられ、ウルリッヒと共に、同年のツール参加を拒まれてしまい、加えて、同年7月22日、 t モバイルから契約を打ち切られた。その後、2007年にリラックスガム、2008年からは、ロックレーシングにチームを移し、2011年以降は、コロンビアのコンチネンタルチームを渡り歩いて主に、南米のレースで活動している。ツールド・フランス・ブエルター、エスパー・ャジロでイタリア2006年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2018年、2019年。 ありがとうございます。